はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、焼酎4リッターのペットボトル焼酎買ってきました。コールイン焼酎コールイン、ホワイトボール25度ですね。こちらは、映画島酒造株式会社、兵庫県明石市大久保町の会社です。聞いたことないですね。多分聞いたことないですね。まあ、早速飲んでいきたいと思います。これは値段が2000円。消費税込んで2000円ですね。ほぼ2000円でした。それではね、ストレートで飲んでいきたいと。これだ。こういうでかいやつは、どうしても、ね、そのまま注いだりすると結構こぼれやすい。乾杯。結構アルコール臭。甘い香りしますね。今日暑いからかな。もう、早速気化してる気がする。今室温が30度ぐらい、30度ですね、あるんで。かなり気化してますね。ちょっと、アルコール臭っぽいかな。アルコール臭の、癖が若干ありますけど。ちょっと辛口ですね。普通の、そうですね。辛口かな。多分、宝焼酎とかに似てる感じだと俺は思いますね。俺の場合、これまんまで飲まないんで、基本的にレモンで、レモンサワー割りみたいな感じで、レモンサワーにして飲むんで、まあ、むしろ、宝みたいな、まあこれみたいなね、ちょっと癖が強いやつ、辛口のやつの方が、好きなんで、いいんですけど。でも普通に飲みやすいですね。香りはちょっと、確かにアルコール臭っぽいのは、まあするんですけど、口当たりとしては非常に、まあ水っぽいというか、まあほとんど、味としては全く問題ないですね。一応アマゾンにも売ってますね。ただ20度ですけど。20度はアマゾンでこれ売ってるみたいです。映画島酒造。ホワイトボール。映画島酒造の。これ明石の会社か。ウイスキーのこれあれですね。ホワイトオーク、明石の会社です。割と有名なジウイスキーのね。ここの会社か。そういうことか。なるほどね。まあ、俺、ホワイトオーク、明石大嫌いなんですけどね。ジウイスキーで有名な会社の、まあ、有名なウイスキーの、ホワイトオーク、明石。の会社ということになってます。で、そのサイトに、公式サイトに載ってんのが、1.8 リットルのホワイトボール25度の、紙パックのやつですね、があるんですが、
この4リッターのやつは、なぜかありません。まあ、オンラインショッピングだからね。オンラインショップだからかな。オンラインショップだからないのか、これは。うん。非常に飲みやすいですね。まあでも、うん、まあ、でもぶっちゃけて言うと、このホワイトボールが確か2000ちょいでしょ ?2000 円ちょいで。で、タカラが2080円ぐらいなんで、ほとんど変わんないんですよね。うん。多分値段の差が60円ぐらいなんですよ。だから、これ買うんだったら、じゃあ、やっぱり、なあって。まあ一般的に有名な宝の焼酎を買うんではないでしょうかね。まあほとんど味としても変わんないといえば変わんないんですけど、なんかそのブランド的なイメージで、そうですね。やっぱり安定の宝。でも宝よりかこれこっちの方がちょっと甘口な気がする。感じですね。もうちょっと宝は結構どぎついですから。宝は結構どぎついっていうか、辛いっつうか、癖が割と強いですよね。割とね。うん。結構酒の味っていうか、あ、酒だっていう味結構するもんね。宝はね。それに比べてちょっとまろやかですね。うん。これは美味しいですね、普通に。これ普通に美味しいですね。普通に美味しい。まあ、うん。まあ、普通に美味しい。まあ、俺は個人としてはこのホワイトボールずっと飲みたくって、ずっと買いたかったんですよ。で、どこにも売ってないんですよね。で、最近、まあ、これ買ったのが、近所の、近所の薬局ですね。薬局、ドラッグストアです。ドラッグストアに売ってて、うお、ホワイトボールじゃんマジで?と思って。いや、なんで飲みたかったかっていうと、この名称が、ホワイトボールって、まあ、いわゆる白い玉ですよね。なんか他のと違わね?っていうか、なんか、なんて言うのかな。なんかネーミングセンス的に、普通だと大富豪とかさ、なんかさ、大なんとかとかさ、なんか、ようわからん。なんじゃそりゃっていうやつなんだけど、ホワイトボールって真っ白な玉。なんか、いわゆる、真っ白な、その、ね、なんかイメージっていうか。うん。まあ、わかんないですね。俺も言っててよくわかんないです。なんか、ネーミングセンスに惹かれたんですよ。で、ずっと飲みたくって、まあ、探してたところあったんで、あ、やったーって。結構このホワイトボールって昔からある、割と焼酎界だと有名な名、あれですよね。この名前だけでも有名になってるパターン。ホワイトボールって、いうね。あとは個人的に欲しいのが、美味しい菊川焼酎ってやつね。これが欲しいんだけど、どこにも売ってないんで。美味しい菊川焼酎。美味しい菊川焼酎がどこにも売ってないんですよね。うん、美味しい菊川焼酎っていう名前の焼酎ですね。菊川株式会社っていうところですね。スーパーマーケットチェーンマルエツのプライベートブランド焼酎って書いてありますね。で、マルエツっていうのがここの近所に一切ないんで、まあ、
多分入手は俺の中だと困難ですね。ネットで買うか。でもうまいらしいです、これは。噂によるとね。噂によるとうまいらしいです。まあ、実際うまいかどうか知らないですけど、まあこんなもんって基本的に、高類焼酎っていうのは何で選ぶかっていうと、この会社で選ぶんですよ。この名前で選ぶんじゃなくて、会社で選ぶんですよ。焼酎マニアのユッキーが言う、高類焼酎マニアのユッキーが、から言わせてもらうと、分かってないのは、こんな名前なんてほとんど飾りなんですよ。いかにここに詳細に書いてある何酒造で作られてるかって、その酒造のそのクオリティよね。だから宝酒造だったら宝酒造って書いてあるでしょ。で、宝酒造を、がどんな商品を出してるかっていう。まあ、その会社の規模とかクオリティっていうのを見て、この会社クオリティ高いなって思ったら買うって。だから、そういうことっすね。これだってホワイトボールだって、これ、映画島酒造でしょ？これ、ホワイトオーク明石の、まあ、ウイスキーので、有名な会社ですよね。まあ、だから酒の、いかにその、売れてるかっていう、その会社全体が酒で売れてるか。その会社が、まあ、例えば、朝日とか、クソみたいな会社だと、大五郎とか言って、クソまずい焼酎が出来上がるわけですよ。確かに朝日は、ね、でかい会社なんですけど、多分焼酎っていうか酒に関しては、ビールしか知らないような会社ですね。多分焼酎ろくに知らないんでしょう。だからああいうクソまずい大五郎みたいなね、クソまずい焼酎が出来上がるわけですよ。だから、いかにその焼酎がよくその会社ですげえ作って、その焼酎が、その会社の焼酎っていうのが、その長年作られてるかとかさ、その宝焼酎みたいにその、焼酎の会社っていうさ、そういう別名みたいなのがあるわけでしょ。そういう会社なんだやっぱうまい。とか、まあ当然その、まあ、あれだけどね、よりけりなんだけど。まあよりけりですよ、確かに。まあ実際に買ってみて飲んでみなきゃわかんないのはわかんないんですけど。まあ俺がもう買いたくねっていうのは、トップバリューの焼酎とか、ね、トップバリューの焼酎は買いたくないですね。なんでかっていうと、トップバリューだからっていう。トップバリューだから買いたくないっていうのと、あと朝日の大五郎はまずいから買いたくない。ジンロは韓国が嫌いだから、俺嫌いだから、韓国の焼酎は買わない。とか、ね、サントリーの狂月は、韓国の焼酎だから買わないとかね。そういうのあると思うんですけど。だから、このホワイトボールとかってこの名称で買うもんじゃないっていうこと。だから、本当にふざけた名前のやつでもうまかったりする場合があるわけですよ。ガブガブくんとかね。ガブガブくんは、ガブガブくんって有名ですけどね。あれは、実は結構高いんですよ、あれ。ガブガブくんはね。これ2000円なんですけど。2000円じゃ買えないんですよ、これ。ガブガブくんがですね、5リッター入ってて2880円って。5リッターの、これよくは4、1リッター多いのを加味しても、2880円は高いですね。これなんでこんな高いかっていうと、これそもそもガブガブくんっていうのは、あれだからね。焼酎香類じゃないんですよね。
焼酎、おつるい、香類、昆和なんですよ。昆和はね、俺はいいかなって。焼酎、香類、おつるい、昆和なんで、まあ麦焼酎も若干入ってる。確か麦焼酎も入ってんじゃなかったっけ。まあでも実際飲んでみたらうまいって可能性もある。ガブガブ君はコーンスターチと麦を主原料にすっきりとした雑味のない味わいに仕上げられた焼酎です。原材料が麦、あ、コーン、あ、ごめん。原材料ずっと言ってなかったの？原材料がこれ、糖蜜ですね。これ、ホワイトボールは原材料が糖蜜のみ。バブガブ君はコーンスターチと麦でできてるから、まあ、ぶっちゃけて言うと、これとも全く別物ですね。全く別物ですね。多分味も全然違うでしょ。間違いなく。まあ麦焼酎みたいなもんですね、ほとんど。麦とコーンだから、麦焼酎、うん。です。こういう麦焼酎的なやつっていうのは、なんか買いたくないっていう。そういうのがあります。で、この会社が、ガブガブ君の会社が、途上酒造、宮崎県の会社。ですね。あ、これあれか。一目惚れっていう焼酎を作ってる会社ですね。あなたに一目惚れ。うん。聞いたこともないですね。まあ、ガブガブくん、あ、1.8 リットルのガブガブくんもあるみたいですね。しかも、おつるい焼酎として経済的でって書いてあるけど、これおつるい焼酎じゃねえかよ、そもそも。香類焼酎じゃねえし。原材料がコーンスターチと麦麹。これおつるい焼酎じゃねえかよ。香類焼酎じゃねえし。俺、基本的にあれな。香類焼酎しか飲まない派だから。おつるい焼酎はもう飽きた。悪いけど麦焼酎とかは、まあ、麦焼酎はワンチャンあるな。あのホッピー飲むのに麦焼酎はあのその元っていうかホッピーの時には麦焼酎の方がうまいんだけど、うん、だからまあそんな感じっすよね。まあ美味しいです。普通にこれは普通に美味しいです。ちょっと、まあ、辛口。ちょっと辛口です。タカラヨが辛口じゃないにしろ、若干辛口がある。辛口的な、辛口ですね。ホワイトボールちゃん。ホワイトボールちゃんは若干の辛口。それでは。ちょっと、あれを飲みますか。ちょっとレモンサワーにして飲んでみましょう。しまった。炭酸水冷やしてなかった。
炭酸水冷やしてなかったよ。仕方ない。常温のやつ使うか。シューター。炭酸水冷やしてなかった。お酒にプラスポッカレモン、ポッカレモンじゃねえや、ポッカ札幌レモンですね。これですよ。よし。大体俺いつも飲む、あの焼酎氷飲むときはこれで、こういう飲み方をします。よいしょ。やっぱレモンが、ね、一番無難でうまいよ。無難で、ああレモンがね、一番無難。この無難さよ。グレープフルーツとかでもいいんだよね。ただグレープフルーツ、うん。完璧。あ、ちょっとあれだな。割って飲むとめちゃくちゃマイルドになるな。ほとんど酒の味しねえぞ。割って飲むと全然 あのあれですね、辛口じゃなくなるね。これほとんどこれあれだ。これ買うんだったらあれだな。値段プラス60円して宝焼酎買うな。もうちょっとパンチがある味だといいんだけど、よかったんだけど。やっぱね、こう割ってみて初めてわかるってことも結構あったりするんですよね。でも、宝焼酎は、あの、辛口で、割っても辛口なんで、あの、俺は好きなんですよ。逆に。まあ、逆に嫌いな人もいるんだけど。だって、酒飲んでんだから酒の味しなきゃお前酒じゃねえよって話よ。そういう俺の理論ですね。俺理論で。俺の理論だとそれです。酒飲んでんだから、酒好きで飲んでんだから、酒の味しなきゃ酒じゃないんですよ。割って飲んで、酒の味しねえってやったら、ただのレモンサワーじゃねえか。レモンの炭酸割りじゃねえか。ほとんどレモンの炭酸割りですね、これ。ほとんどあれだ、焼酎の味全然しねえ。ワロチ。まあ、今日は暑いんで、まあまあ、美味しいですけどね。コクはないでしょう。甘み。香り。まあこれは三つ星ですね。特にこれ買うんだったらまあ宝焼酎買うでしょ。買った方がいいでしょ。1、2、2、3です。ご視聴ありがとうございました。